スラスラスラー、スエチャンネルです。日本で一番難しい入試英語は何大学何学部、中央大学法学部編後編行ってみましょう。前半がね、なかなかマニアックな文法語法問題出ていたりしましてね、結構難しいなと思っていたんですけども、後半は長文問題ですね。結構まとまった量の長文を読ませられる、しかも90分という時間制限の中でね、さっきの難しい文法問題もこなしながらですからね。これ全問完答できる人いますかねどうでしょうか。まあ、とりあえずね、大問7からやっていきましょう。穴埋め問題ですね。でも穴埋めになっているのが、まあ、短めのフレーズが何個かって感じですね。まあ、これはちゃんと内容を持ったものでございますので、ただ単に単語を入れるだけっていうものではありません。だからちゃんと読んでいかなければいけませんね。で、内容としてはこれサーフィンの話をしてますね。サーフィンを競技化することの是非について論じてるっていうのが全体的な見方です。じゃあ細かく段落と括弧内ちょっと見ていきましょう。最初の段落っていうのは、 Some sports are inherently competitive. Competitive っていうのはつまり競争をしているってことなんですね。テニスとかサッカーとか出てきておりますけども、これって競争する相手がいないと見るものとして成立してないみたいな話ですね。テニス On court would soon become dull if no match followed. Dull、 退屈だと言ってるんですね。で、フットボールの方も Who would go to watch a group of people kicking a ball around the field if it wasn't all about winning or losing? 勝ち負け関係なく蹴り合ってる様子誰が見に行きますかみたいな言ってるんですよね。競争が必要だってことをここでは言っていると。で、括弧1、まあ、テニスについて競争が必要だ的なことを具体的に言ってる選択肢は何だろうっていうことで、 Watching players warm up が入りそうですね。ただただ選手がウォーミングアップしてる、まあ、試合が続くわけじゃないんだけども、ウォーミングアップしてる姿を見てて面白いですかっていう感じなんですよね。それがしっくりくる感じでね、最初括弧1には I が入ります。 Players of these sports can't exhibit the full range of their skills without なんとかですね。ここがこの段落のまとめになる感じですので、だから競争相手がいないとスキル発揮できませんよねということで、 Being pushed by a competitive opponent ですね、C が入ります。競争相手によって奮起することによって Full range of the skills を exhibit できるわけですかね、発揮できるって感じですからね、っていうのがまず前置きなんですよ。競争相手がいないとスポーツっていうのは大体つまんないんだけども、で次の段落でサーフィンは違いますよねって話になっております。サーフィンは相手がいませんよねと、まあね、自然を相手にするスポーツですからね、誰かと競うっていう感じではちょっとないということですね。で、サーフィン is closer to hiking, mountaineering or skiing than to tennis or football、まあ、自然系の競技が同じようなものとして挙げられていますねって言われたところに、カッコさん、ちょっと謎の単語ありますけどもね。Important part of the activity's attractiveness。なんか今言ったように自然のね、単語が出てきてるんで、ここでもね、選択肢群の中に自然の話をしているものが1個あります。これを当てはめてみてはどうでしょうってことで、Being in a beautiful natural environment が入るって感じですね。There is satisfaction to be found in the sense of accomplishment。達成感って言いたいわけですね。There is vigorous physical exercise that doesn't involve running on an exercise machine or swimming laps. Vigorous っていうのがまたね、難しい単語ですね。 V で始まる単語はなんとなく元気なイメージがあるんですけどもね、 Vigorous っていうのもはつらつとしたって意味なんですね。はつらつとした運動だけども doesn't involve running on an exercise machine or swimming laps。これに何が入るかなっていうのはちょっと考えものなんですけども、ここでちょっと決めるのは難しいかもしれませんが、一応答えを言うと H、 something boring like ですね。サーフィンは自然を相手とするスポーツなので、結構そのアカンプリッシュメント、やりがいっていうところにつながってくるんですよね。 Running on exercise machine とか swimming lap っていうのは人工的なものなので、サーフィンとかと比べると退屈なものなのかなっていうね、そういう類推が働くと something boring like っていうのが入りますね。 like っていうのが何々のようなっていうね、例をこれから示すよっていうサインですので、まあ、その点からもこれが一番ハマりそうだなっていう気はしますね。
To make surfing competitive requires developing 何とか。次の段落はね、主にサーフィンを競技化するとしたらどういうところで、評価するかみたいなね、ことが書いてあります。っていうことを考えると、選択肢群の中でちょうどいいやっていうのがありますね。 Ways to measure performance、まあ、どうやってそのパフォーマンスを測定する、評定するみたいなね、ことが書いてありますね。まあ、これは段落の内容をパッてまとめてる感じでちょうどハマりそうですね。これはパッてハマりそうな気がします。で、今度そのサーフィンを競技化することに対する懸念点っていうところをね、挙げてるんですね。ちなみに東京五輪のサーフィンでメダルを取った人は2人いますね。五十嵐カノア選手が銀メダル、都筑有夢路選手が銅メダルですからね、メダリスト全員抑えていきましょうみたいなねやってるんですけどもね、メダリストに関するクイズとかね、なんか問われるかなと思って見てたんですけども、あまり問われなかったですね。この競技でメダルを取った人誰でしょうみたいな、そんなクイズ3年後4年後くらいに出るような問題なんでしょうね多分。まあそんな話はどうでもいいんですけども、 But when we make surfing competitive, which millions of people can happily participate, is transformed into a spectator sport to be watched for most on a screen.ですね、サーフィンは今まで気軽に楽しめるようなスポーツだったのが一気に壮観な、スポーツになる、身構えしちゃうっていうか、そんな感じでしょうか。そこに6っていう選択肢が入っているんですけども、これはどうでしょうね。ってなった時に気になるのはパーティシペイトの後にIN かけてますね。パーティシペイトはIN が必要ですよ。ということはウィッチの前にIN がつかなきゃいけないって考えた方がいい。ってなると、in で終わってるのは A だけ。A recreational activity in。宿泊学習とか行くと、レクリエーションやりましょう、レクやりましょうとかね、いうやつのレクリエーション全く同じなんですよ。気軽に参加できるっていうのはレクの特徴ですからね。まあ、皆さん気軽に参加したかどうかわかりませんが、ぼっちの人はちょっと気軽に参加しづらいけどね、レクに参加した覚えありますからね。はい、ここにはレク入れて大丈夫ですね。はい。A recreational activity in which millions って言ってね、文法的にも意味的にもパーフェクト。ね、パーフェクトボディ、ケイン小杉さん、サスケ出てほしいですね、また。It would be highly regrettable if the competitive sport's narrow focus on point scoring were to limit our appreciation of the beauty and harmony we can experience riding a wave. With that, it's our time limit.競技化することによって、美とかハーモニーを楽しむようなものとはちょっと違ってきちゃうんじゃないかっていうのが、怖いって話ですね。で、without っていう単語が入っているので、名詞句にならなきゃいけないわけですよね。ってなると、おのずと入ってくるのは結構限られると思います。今までいろいろね、穴埋めしてきたんで、だいぶ選択肢の幅も狭まりますしね。ここに入るのは E。Fitting as many times as possible into our time on it。限られた時間の中でなるべく多くの技を入れてみようとかね、そういう見方をするとなんかその自然のビューティーとかハーモニーとかと反するみたいな、そんな感じのことを言ってるのかなと思います。で、次に筆者の経験を述べてる段落が来るんですね。で、8、9に入るのはどちらも筆者の経験なんで主語 I になりますね。8番と9番それぞれ、まず8番が In fact at the time of my single most magical surfing momentまたインファクトが出ました。昨日の動画でもインファクトということによって、驚くようなどんでん返しが期待されるって話をしましたね。今回もそうでありまして、この人は実は波に乗ってませんと言ってるんです。I wasn't on a wave. あと乗ってないんかいってサーフィンの板に突っ伏してあれを進めていくってそんな感じのこと言ってるのかな。The sun was shining. The sea was blue.また、ワンダフルワードみたいですね。パシフィックオーシャンストレッチが入る thousands of miles。まあ、こういう自然の美しさ、雄大さっていうのに気づいているっていうね、入れると自然ですね。I was aware of ですね。はい。で、もう一段落、筆者の、ああ、綺麗だったなっていうね、回想が続いてる感じですかね。で、最後に一気にまとめに入る。It was a sublime and awe-inspiring moment.またこれもちょっと難しい単語が続いておりますけどもね素晴らしい経験だけども、これってそんな非日常のものではないよねみたいなことを言うわけですね。サーフィンなんて動物でも楽しめますもんねっていうことが最後に言ってありますね。はい、ってな感じでしょうか。落ち着いてやっていけばポン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 入るかなとは思いますけどもね。ただ短い制限時間だと
すごい読み違いをしてしまう可能性があったりもしますので、パニクりますねこれは、はい。っていうのが大問7でした。大問8、まず説問を読むと結構日本語の選択肢多いですね。前回の明治大学は英語の選択肢が多くてちょっとやりづらいところもあったんですけども、まあ話の筋もパッて見えてきますよね。はい、ということで読んでいきましょう。まあ大まかなテーマとしては、男性と女性の格差、労働における格差で、さらに読み進めていくと、まあ、大きなテーマは賃金に関する待遇の大きな差っていうところがあるってことでね、話が進んでいきます。まず第一段落、まあ、簡単にパッと僕まとめてみたんですけども、女性が家事をし男性が働くといった考え方は過去のものになって、女性も働くようになったって話でございます。まあ、もちろん最近は変わりつつあると思うけど、日本はもっとね、最近までこういう考え方根付いていましたよね。そういうのがもちろんアメリカにもあったんですね。堂々と河川部にアメリカンファンタジーとかってありますしね。はい、で問題になっているのは2つ。まずフュールと。フュールは燃料って意味ですけどもね、これ動詞で使っています。まあ、なんとなく意味はわかりますよね。 Fuel the increase in women's labor force participation、 進出を刺激しているっていう感じで捉えていただくと D ですね。なんか C も当てはまりそうだけども、 Risen っていうとまたちょっと違う。 It turns out that this popular American fantasy、 これが僕はさっきまさしく言っていた、女は家にいて男は外で働くみたいな考え方っていうことになりますので、それを書いてある問いに日本語は C ですね。はい、女性が家事を担い男性が給料を稼いで家族を養うっていう内容は、この This Popular American Fantasy の前の文に、思いっきり書いてありますね。ここはパッて取れないときついかなと思います。第2段落は下線部はありませんが、間違ってるのを選びなさいっていう問題でございました。まあ、一応段落まとめてみると、女性は男性と同じ条件で同じだけ働いても男性の 77% の給料しかもらえない、その原因が4つありますよと。だからその後の段落でその4つの原因について詳しく深掘りしていくっていう構成になっていくのかなと予想できますね。大事なことは大体第2段落に書いてありますね。第1段落前置きからの第2段落、重要な問題提起みたいな感じになっている、っていうところで、じゃあ段落2の内容として最も適切でないものはどれでしょうって見ていくと、B とか C とかD とかはね、言われているんですね。で、この 23%、まあ 100-77 イコール23って言って飛びつこうとすると引っかかる単語があります。労働時間は 23% 少ないとは言ってませんね。賃金がそうであるんです。労働時間ではなく賃金が正しいですね。はい、大問7までで疲れ果てた脳がこれに気づけるかどうか、まあ、ちょうどサスケ第15回大会、熱中症になってだいぶ体にガタが来ていた時の白鳥文平さんみたいな感じですね。ただの運転みたいなところでもう多分だいぶ疲れ果ててバー掴み損ねて落ちたっていう感じなんですけどね。マニアックすぎますね。熱中症でよくクリフハンガー超えられたなと思いますけどもね。はい、そんな話はどうでもいいんですけども、4つのポイントの1つ目の話からいきますね。ディスクリミネーション、差別ですね。僕小学校の頃よく自分の思い通りに行かなかった時にディスクリミネーションとか言って、ね、先生を困らせた経験があったんですけどもね。小学生がディスクリミネーション叫ぶかって話ですけどね。はい、これをまたちょっとまとめてみました。採用における性差別は公民権法で規制されていたんですね。はい、規制されたんです。公民権法は習いますよね、キング牧師の頃の。まあ、黒人と白人の差別をなくそうみたいな話にもあったんですけども、もちろん男女の差別もなくそうみたいなところだったんですね。とはいえなんですよ。とはいえ、例えば、まあ、男性に、求人募集のお知らせが届くような感じにしちゃったりとか、性差別あってもこれを、裁判を起こして変えてもらいましょうみたいなことはちょっと厳しいねっていうことをね、その立証の難しさっていうところを挙げて説明している。で、まとめの文のところに下線部引かれて、 Hiring discrimination in particular is extremely difficult to prove in a courtroom and can't just persist largely unchecked。 結局ね、性差別が、まあ、見直されることはなかなか厳しかったみたいな話になっている。
っていうところで下線部の説明として最も適切なもの、採用における性差別は公民権法で禁止され過去のものとなっているから扱われないなんて話じゃないです。もう過去のものになってないんですからね、そもそも残ってるんですからね、はい、採用における性差別はそうとは分からないような方法で行われており、まあ、そうですね言ってますね、はい、立証が難しいため規制されないままとなり得る、良さそうです。採用における性差別は法廷内で証言することが難しいため、まあ、これは良さそうかな。大規模な調査が行われないままになる可能性がある。大規模なっていう単語が実は出てきてないですね。ラジリーが大規模なと思ってしまうとお間違い、大いにっていう感じなんですね。大規模っていう言い方とはまた違いますね。そのラージってついてるから大きいとかそういう感じにはならないで、ちゃんとね、具体的なところまで詰めていかないとちょっとこの選択肢選びそうになってしまいますが、違います。これは採用における性差別はほとんど規制されずに来たため、ほとんど規制されずに来てはいないですね。さすがに公民権法で対策はしてきたけども、それでもちょっとすり抜けてるよなっていうところがあるって感じなんですね。はい、でもそれが立証難しくて争われにくいという話にはなってますね。次、段落4、今度は女性が仮にちゃんと雇われたとしても出世するのが難しいという話に移り変わっております。グラスシーリング、見えない天井ですね。見えない天井によって女性はその天井を越えられず、なかなか出世しないって話が出てる。で、その中でもウォルマートの具体例が出ているって感じなんですね。で、最後まとめの文がごっそり抜けていますね。ざっと説明か、ここに何が入るでしょうというところで、数少ない長めの英文の選択肢になっている問題。 Because gender discrimination is illegal、性差別は違法だ。 It has been acceptable to block women from being promoted。だから女性を出世させないなんて話してますか。なんかちぐはぐですね、この選択肢。 Once a glass ceiling has been built to discourage women from being hired, it is difficult for them to break through it。 これはまあ文的には正しく見えてるけども、重要な話ではないよなっていう気がしますけどもね。まあとりあえずちょっと置いときましょう。 Since gender discrimination has long been regarded as an illegal actIt does not happen。 なわけないですよね。性差別は起こってますね。 While gender discrimination is illegal、 性差別は違法な一方で、 It can still happen in patterned and widespread ways。 Patterned and widespread ways っていうのは、まあ、具体例の中で登場しているものを簡潔にまとめた表現になりますし、まあ、D の方がね、これは当てはまりますね。はい、次は第5段落。 Split labor marketIn which women are more likely to do certain jobs and men others。 男女の働き口が分断されているって話ですね。スプリットは、まあ、あのボーリングのスプリットもあるじゃないですか。ピンとピンが離れているからスペア取りにくいねみたいな、ね、スプリットありますけども、そのスプリットと同じ使われ方をしているのはどうでしょう。 Some workers split with the company after policy dispute。 これを分けるって感じじゃないですね。 The news says that he lost the boxing match in a split decision。判定が割れたみたいなこと言ってますね。はい、これあってそう。 There is often a split in a political party over its policies for elections。 これは分断っていうよりは対立って言った方がいいのかなと思いますね。男性と女性が面と向かって対立している感じではないので、 C 行きたくなりますが違います。 When I heard the news, deep sorrow split my heart。 これ全然違いますね。では答えは B ということになります。で、まあ、じゃあ男性と女性でどんな感じの職に分かれているかっていうと、まあ、男性は主にホワイトカラー、ブルーカラーっていうのがあるんですね。このカラーっていうのは襟って意味ですからね色って意味にどうしても取りたくなりますけど違いますからね。ブルーカラー、ホワイトカラーって区分があるんだけども、女性がつくような仕事としてさらにピンクカラーっていうのがあるんですね。例えば看護師の服なんかちょっとピンクっぽいでしょ。で、多分それでピンクカラーなんて言われてるんでしょうね。はい。で、ピンクカラーの特徴が低賃金、女性が多いっていうところ、そしてエモーショナルレーバー、感情労働っていうのがありますね。感情労働っていうのはちょっと独特な表現なんですけども、まあ、まず自分の感情をコントロールし、顧客の心も落ち着かせてあげてって感じですね。ちょっと怒ってる顧客をなんとかなだめるみたいなね、そういう感じで結構感情に左右されるようなお仕事っていうのに女性は
つかされるっていう感じになっています。直接の内容一問題は今のところないかな。そのまま段落6に行くと、さらに女性の仕事、女性がやる仕事だって言われてのケアワークですね。ケア労働っていうのは、まあ、簡単に言っちゃう子供の面倒を見る、または老人の介護をするとか、そういうことになりますね。でこういうのね、賃金なんて支払わなくていいよと、女性がやりたくてやってるし、女性はそのケアするのをうまいという考え方があるから、女性にやらすときゃいいんだみたいな感じになってるって話ですね。で、かに来てるのが、これはちょっと文法問題ですね。まあ、争点は2つ。分詞テイクは能動でいくのか受け身でいくのか。そしてワースは動詞なのか形容詞なのかっていうところになりますが、まあ、答えとしてはまず、テイクの扱いに関しては、何々と取られているっていうね。あと、ワースは形容詞なので、be worse としなきゃいけないですね。be worth doing っていうね、言い方を知っていれば、これは形容詞だと分かりますよね。はい、で、key predominantly women。predominantly に近い意味のものを選ぶ。これは、圧倒的なって意味なので、overwhelmingly C が正解になります。こういうの見てると、なんだこのステレオタイプはってマジで思いますけどもね。さらにひどいこと言ってますね。ケアワークは女性が本能的にやることだから、給料はいらないっていう考え方がついていると。でも一方で男性がこんなことやったら、給料いいし、出世もしちゃうんですって。おかしな話ですね。ということで、く、これはディスコースマーカーを入れる問題ですね。There is no reason to pay well for this work.Care work requires learned skills like any other type of work. 女性が本能的にやるような仕事なんだけども、実際はスキルが必要だなっていうことを言ってるわけですね。となると、これは散々パラ出てきたインファクトに近いものをいくのかな。インファクトはありませんが、in reality、実際はってやると、どんでん返しを起こせるディスコースマーカーになるかなと思いますね。で、K、The Glass Escalator。これはまさしく男性の方が出世が早いっていう話になってくるので、男性がピンクカラーの職種に就くと女性よりも昇進のスピードが速くなるってことですね。はい。で、最後、第8段落で、今度は家庭と仕事の話ですね。だから女性って途中で出産とかでね、育児休暇しなきゃいけなくて、しばらく席を空けることになると。そうなると、戻ってきた時にまた一からのスタートみたいになっちゃうとかね。そういうところでちょっと女性は働きにくいなみたいなところになっているかなと。The conflict between work and family。仕事を行う男性と家族の面倒を見る女性の間、男と女の対立ではないですね。また外で働く女性と家庭にいる女性、なんだよ、そのよそ者同士が対立すんなよって話ですよね。職場と家庭の両方でケア労働、ケア労働は主に家庭の話になってるかな。女性は男性以上に仕事と家庭の板挟みっていうのがまといた表現になりますね。はい。じゃあ最後、本文の説明として最も適切でないもの。これ今まで読んできていれば明らかに違うなってものも分かりますよね。差別的な採用を行っていないとしながらも、実際は男性がよく目にするように求人情報を出す。まあ、これはそれとは分かんない方法で性差別やってるみたいなね。さっき話ありましたけど、それの具体的な例になってるかな。ウォルマートは女性を管理職に採用しながらも、昇進は給与面で男性に有利な仕組みを非公式って単語も出てましたしね、話ありました。オフィスでの比較的高い給与の仕事はホワイトカラーですね。低い給与が特徴の肉体労働を指すブルーカラーと、女性が中心のピンクカラー。はい、これが違います。低い給与なんて誰も言ってませんよ。Blue color describes physical labor predominantly done by men with a wide range of income levels. Income levels, 収入レベルが幅広いって言ってます。ということは別に低いとは誰も言ってません。ブルーカラーでも全然高い給与の仕事はあるっていうところが間違ってるよっていうところなんですね。はい。まあ D と E も大丈夫でしょうね。ピンクカラーは感情労働を伴っていますよねっていう。でその感情労働の説明も大丈夫ですね。はい。で、E は一番最後の段落で言ってるところ。障害賃金などの面で不利益もたらすから、育児などを理由とした退職や復職っていうプロセスはね、辛いね、みたいなね、言ってますね。はい。大丈夫でしょうか。
はい、てな感じでね、中央大学の長文見てきましたけども、まあね、前回の明治大学のやつよりは少しやりやすくはなっていたかもしれませんが、それでもちょっと紛らわしい選択肢が入っていたりして、引っかかるかなっていうところは正直ありますね。まあ、舐めてかかるときついなと思いますし、大問7までで脳をフル回転させてきた人にとっては辛いかも。まあ、そしたら大問8から逆にやればいいとかね、配点の高い方からやるとかね、そういう戦略はあってもいいんじゃないかなとは思いますけどもね。配点書いてあるのありがたいね明治は文法語法がそんなにきつくなかったって印象なので、あと制限時間のきつさとかも考えまして、中央大学法学部は明治大学文学部より難しいってね、結論となりました。今のところ暫定1位中央大学法学部ってことになっております。というわけで、本当に私立文系目指す方は英語舐めてはいけません。しっかりやらないと私立文系でも落とされますからね。英語は高校1年2年のうちに終わらせておきたいところですね。今高校1年2年の人は真っ先に英語をやりましょう。高3で英語がダメな人、何よりも英語を優先させましょう。はい、ということでね、頑張ってください。この動画良かったよって方は、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次回は何大学何学部に行くのでしょうか。お楽しみに。バイバイ。